どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで、ね、今日もやっていきます。はい、今日はね、もうこれはね、もうほんまにうちうちというか、まあ、ほんまにね、もうリスナーさん向けのね、今日は動画です。強豪校の政治上についてということでね、もうね、唯一野球 YouTuber でインコースを攻めれるのは、俺しかおらんということでね、そういう事情も、ぜひぜひ発信していきたいと。ほんでね、もしね、好評やったら、モテるランキングとかね、モテ編ランキングとかもね、よかったらしていきたいので、好評やったらまた言ってください。ほんで、いきます。まずね、これね、強豪校っていうのはね、正直モテるんですよ。ほんで、モテる高校球児たちの、自分が同期やったり、そのね、OB とかからね、聞いた話とかをね、参考にね、言っていきたいと思います。はい。ほんで、まあ、今日、まず説を持ってきた高校は、まず4つですね。広陵高校の政治上。はい。近江高校の政治上。はい。広国高校の政治上。ほんで、大阪開成の政治上。で、これね、4本立てで。でもこれ、順番は全然もう、ね、なんかちょっと自分が喋りたいやつからやるってことで。まあ、だから言ったら手口ですよね。その高校球児はどこで発散してんねんとかね。それまあ、これはね、まあ別に寮でできるじゃないですか。ほんでまあ、じゃあなんていうんですかね、そういう、まあ行為、まあ交尾をね、どこでするのかってね、それはもう坊主やし、ホテルは入れないですし、でましてや寮生活のやつなんてどこですんねんって思うでしょ。だからそれをね、今日はね、明らかにしていきたいと思います。はい。で、まずはこれ、広国高校ですね。これ、広国高校はまあ、自分のね、開成の隣で、ほんでまあ男子校なんですよ。ほんで、結構、男子校やから、もうなんか割り切ってるから、案外モテるんですよね、高校って。ほんでね、これはね、広告の校から聞いたんですけど、広告高校はもうこれこんなあんま言っていいのかな。ジャンカラってあるんですよ。天王寺駅のね、大阪の天王寺駅ってあるんですよ。まあ奥田一生くんのね、ラーメンの近くのジャンカラっていうところで、カラオケで入ってね、するらしいんですよね。ほんでまあそれを聞いて、なんか、自分高校時代その話を聞いて、あ、そうなんやっていうのを、改正の先輩から聞いたんですよね。ほんでその改正の先輩が、オフの日に俺も行ってきたと。ほんで、あっこめっちゃいいみたいな。ほんでね、それでやってきたんやって言って、この話ライブでしたこと一回あるんかな。動画でもあるんかな。ほんでね、その手を自分当時、童貞ですから、自分ともう一人ね、童貞二人こう、嗅がされて後輩ですよ。で、あ、もうやばいっすね、みたいな、今日これで行くっすわ、みたいな話をしとって。でも全然話関係ないですけど、もういいんですよ、今日はね。ほんで、なんかそれでね、ものすごい言うんですよ、ほんと。あ、もう、ちょっと生きってる先輩ですから、もうほんまな、やったったわ、みたいな。まあ、カラオケでやるとかな、みたいな。結構やんちゃやろ、みたいな。あ、やばいっすね、みたいな。そんな、改正でね、まず、もともとオフないのに、そういうね、接骨院って言って出て、そういうのでやるって。羨ましかったっすけど、まあ、その当時はね、自分らはもう、童貞守られへんのに何守れんねん、みたいな。ね、っていう、なんかちょっとね、童貞のくせに上からの生き物やったんで、で、あ、そうなんすね、みたいな感じで。ほんで、なんかね、そのやっぱカラオケやから、もうな、俺なんかな、マイク入れたったんや、みたいな。すごいことするな、と思ってて。で、あ、そうなんすか、入るんすか、みたいな。半分入ったわ、みたいな話をしとったんですよ。全然もう話関係ないんですよ。ほんなら、まあ、当時ですね。そんで、その先輩が上がって、なんやねんみたいな感じの話をしとって。ほんで、ちょうど風呂上がって、その日かなか、多分その次の日ぐらいに、その人がね、鳥のささやきにフォロー来たんですよ。まあ、ツイッターです。ツイッターフォロー来て。ほんでね、その人のトップが見たんですよ。これがね、びっくりしたんですよ。ハーフナーマイクっていうサッカー選手やったんですよ。ハーフナーマイク。あ、もうそれを置いておいて。ほんでね、ちょっとすいません、もうちょっと話されました。ほんで、やっぱね、そういう、やっぱカラオケでするとかをね、高校、これ泥臭いからやります。はい。今日はほんまリスナーさん向けなんで。ほんで、他には、まあ、これ有名なのは、まあ、大阪開成は、グランドでね、そういうのを、あ、だから男女の交尾っていうのは、そういうオフの日に、まあみんなは、結構彼女おる子とかやったら、そのね、近くなんで、だいたいみんな彼女の家に、みんなは行ってました、電車で。で、僕はその時はね、友達とお風呂行ってました。はい。で、他には、これ、広陵高校、これもあります。これ、広陵高校ってね、やっぱこう、泥臭いイメージあります。ほんで、広島やったらめちゃくちゃモテるらしいんですよ。あ、洗濯機うるさい、今。喋ってるぞ。ほんで、高齢やったらね、ものすごいやっぱ女の子にモテるんですけど、やっぱ寮生活やからする場所がないんですって。ほんなら、女の子を、これ、
聞いた話ですよ。あの、バックスクリーンに呼ぶんですって。で、バックスクリーンにちょっとしたスペースがあって、そこでするらしいんですけど、あの、もう終わったら、まあ、あの、ね、こんばんさんあんま言いたないですけど、祈祷が蚊に噛まれたりしてるらしいんですって。はい。これも聞きました。怒られんかな。はい。もうね、これは説ですから。はい。説とかまあ聞いたんですけど。で、他にもね、やっぱいろいろあります。はい。近江高校はね、これ近江高校、これはね、一番立ち悪いです。もう正直。近江高校これ知ってます？これ甲子園タオルで釣るんですけど、自分の甲子園タオルじゃなくて、その有名なやつの甲子園タオルあげるからっていう体で、あの、女を連れ込むらしいんですよね、これ。だからね、やっぱこう、滋賀のギャルとかはね、結構そういうのを、やっぱ欲しいんですよ。やっぱ近江ってやっぱ人気な高校ですから、近江の、てかまあ滋賀のね、もう大津市に住んでるギャルとかはね、もうとりあえず近江のタオルを持って、ほんでもこれ山田くんの持ってたらもうこれもう星7ですよ。だから多分ね、もう山田くんの、まあ、なんていうんですかね、意を狩る狐じゃないですけど、なってるかなことわざ。多分その山田くんのタオルで何人か抱いた野球部はもう絶対にいます。これ岡崎くんあたり多分怪しいな。ほんでね、やっぱりね、はい。ね、こういうことなんですよ。やっぱ結局高校球児って言っても、やっぱりね、もうそういう性欲ありますから。ほんでね、やっぱりね、それに近いってよりか、やっぱそういうのを発散しやすい。だから恋愛とか、ありな高校の方がいいかなって自分は思ってます。でもこれ恋愛なしって言っても、正直もう他の高校とか、まあ、結構な高校はもう恋愛してもうてますし。ほんであんまりね、それをね、こう抑えつけすぎたらね、次はもう反発でね、ちょっとどえらいこととかなるんで、この性事情についてもね、やっぱ強豪校はしっかり、向き合うべきかなって自分は思ってます。はい、でもね、これびっくりしましたよね。やっぱでもそういうのって結構、あのね、野球部はね、そういうね、下ネタ伝説みたいなのがね、やっぱりあるんですよ。だからこれをね、まだね、第2弾もね、良かったのはするんですよ。まだ結構あるんですけど、あえて今日はね、こんな感じでやってますけど、もう他にもほんまにね、大阪桐蔭の話とか、ね、あります。履正社のね、話とかもね、いっぱいあるんですよ。そういうね、やっぱり、下の話は。でもこれはね、ものすごいやっぱり面白い。で、こういう動画は、思ったより多分好評なんですよ。こういう話みんな好きなんで。はい。だからね、よかったら、皆さん、しっかりコメントして、もっとこんな話聞きたいとか、あれば、コメント。ほんで、もうよかったなと思ったら高評価して、ほんで、チャンネル登録ももうユーゼルも5000なんで、皆さん、いつもありがとうございます。それじゃあ皆さん、また次の動画で会いましょう。今日は、強豪校の成績について話していきました。それじゃあ、お疲れ。